こんにちは、ゆかです。 iOS17 のパブリックベータが出ました。正式なアップデートはおそらく9月に出るんですが、いち早く使ってみたい人はもう誰でも使えるようになりました。新しい機能がたくさんあるんですけど、今回は私の一押しの機能10個を紹介してみたいと思います。では早速いってみましょう。まず1つ目はウィジェットに関するアップデートです。今までウィジェットを使うときって1回アプリを開いてからなんかするみたいな感じのなんかショートカットみたいな役割になってしまっていたんですが、 iOS17 からはしっかりとウィジェットの上でインタラクションできるようになりました。例えば Apple Music のウィジェットで音楽をコントロールしたり、ホームウィジェットで電気のオンオフをしたり、そんなことができるようになります。そして次にスタンバイという機能です。これはですね、常時表示ディスプレイがついている iPhone 14 Pro とか iPhone 14 Pro Max で使えるんですが、充電中に iPhone を横向きに置くと、スタンバイというフルスクリーンでいろいろな情報を見ることができる新しいスクリーンが表示されるようになります。いろんなタイプのスタンバイ画面があるので、気分で画面を変えたり、色なども好きなようにカスタマイズすることができます。ちょっとここでこの動画のスポンサー、ケイスティファイからのお知らせです。ケイスティファイはインスタとかでも皆さんよく見るかと思うんですが、私もずっと愛用しているケースブランドです。今回 iPhone と合わせて使える新しいマグセーフアクセサリーシリーズが発売されました。一つずつ紹介していくんですが、まず一つ目がモバイルバッテリーです。パワースルーモバイルバッテリーという商品なんですが、パススルー充電でモバイルバッテリーとスマホの同時充電ができてとても便利です。ケースと同じくいろいろなプリントがあって、好きなデザインを選べたりとか、テキストをカスタマイズすることもできちゃいます。今回私が選んだデザインはいろんなデザインのケースと合わせられそうなシンプルなものにしてみました。 5000mAh のバッテリーで iPhone とバッテリーを同時に充電できるので、充電するのも簡単だし、ケーブルが必要ないことも嬉しいポイントですね。旅行の時とかすごく重宝しそうです。次はスナッピースマホリングという商品です。これもいろんなプリントがありますが、私はちょっと今回全部同じプリントで揃えてみました。このね、リングのところが360度回転して、いろんな持ち方でリングとして使えるし、置くときはスタンドになる 2-in-1 というデザインになっています。このリングの部分も必ず下を向くようになっているから、なんかその辺も使いやすいかなと思います。マグセーフでくっついているけど、結構強力な磁石なので、ずれたり落ちてしまったりすることを心配することなく使えると思います。次はこちらのスナッピーグリップスタンドです。これも 2-in-1 で使える商品なんですが、リングと似ているけど、これはスライドさせて出し入れできるグリップみたいな感じになっていて、片手操作が楽にできて、スタンドとしても使うことができます。スタンドの向きはこうやって自由に変えられるので、横向きのスタンドとして使うと、先ほど紹介したスタンバイモードも使えちゃいます。次に紹介するのがスナッピーカードホルダースタンド。これはすごく薄いんですけど、中にカードが1枚収納できて、こちらもなんとスタンドになってしまいます。このタイプは縦に立てることもできるし、そのまま横に倒して横向きに使うこともできるし、カードホルダーの部分を横に向けると、そのまま横向きに自立するスタンドを作ることもできます。マグセーフ対応の iPhone だったらケースなくても使えるんですけど、ケースティファイのマグセーフ対応のケースだったら、ケースをつけたまま今日紹介したいろんなアクセサリーを使うことができるし、他のね、マグセーフ対応のアクセサリーももちろん使うことができます。もし何か気になるアイテムがあったら、概要欄にあるリンクから 15% オフで購入していただけます。ぜひこの際にチェックしてみてください。次の iOS17 で気になっている新機能は AirDrop に関することです。エアドロップの新しい方法が今回加わります。 iOS17 からエアドロップ先を選ばなくても、近くにいる人同士だと iPhone 同士を近づけると、ポヨンというすごい面白いアニメーションが出て、勝手にエアドロップが始まります。 iPhone どの名前ですかみたいな感じで聞いたりしなくても、ただこうやってくっつけるだけでエアドロップが始まるので、すごく便利だと思います。そしてこのアニメーションが本当に秀逸すぎて、これが楽しくてついついエアドロップを無駄にやりたくなっちゃう、そんな感じだと思います。あとはエアドロップって、重いファイルを送るときにずっと開いて待ってなきゃいけなかったと思うんですけど、それが今回からインターネット経由で
エアドロップを続けてくれるようになるので、エアドロップを開始してもうその画面を閉じてしまってもファイル転送が終わるまでずっと続けてくれるようになりました。そして次にネームドロップという新しい機能がありまして、これはエアドロップと同じようにデバイスを近づけると連絡先を交換できるようになります。でこの連絡先を交換するときに連絡先ポスターという新しい機能もありまして、これを自分自身がねどんな感じで見せたいかっていうのをデザインして、それをこう名刺交換のように交換することができるようになります。ちなみにこれは iPhone と Apple Watch でも使えます。次にステッカー機能です。 iOS 17から新しい絵文字ステッカーの機能が出ました。自分だけのステッカーを作ってキーボードの中に保存しておくことができます。 iOS 16から入った被写体を長押しすると切り抜きを作ってくれる機能がさらに進化して、これをステッカーとして保存できるようになりました。しかもライブフォトでやると動くステッカーがめちゃくちゃ簡単に作れてしまいます。メッセージでも使えるし、フリーフォームとかにも使えるし、ペタッと貼り付けていくとすごく楽しい感じになります。次にエアタグのアップデートです。今までエアタグって一つのエアタグと iPhone 一つしかこう組み合わせられなかったんですけど、今回からエアタグ一つに対して5人までシェアできるようになります。なので共同で使っているものだったり家族で使っているものとかね、そういったものがあれば最大5人とまでシェアできるので、そういった使い方が便利になると思います。次に安否確認という機能です。これはメッセージの中に加わった機能なんですけど、友達とかと遊んでじゃあバイバイって言った時に家着いたら連絡してねみたいな感じで言うことがあると思うんですけど、それを自動かつ安全にやってくれる機能です。例えばその安否確認を送っていて目的地じゃないところに向かい始めたりとか、バッテリー残量をシェアしたりとか電波状況をシェアしたりとかして、何か予想外のことが起こっていないかみたいなことをトラッキングして見ることができて、無事に目的地に着いたらそのトラッキングなどは勝手に終了して無事に着きましたよみたいな感じになるので、簡単で自動で安心してそういった、ね、安否を確認することができます。次にヘルスケアに加わった新しい機能が心の状態という、心の状態を記録できる機能です。日々の気分とか一時的な感情を記録できるんですが、グラフとして表示することもできるし、カレンダーとして表示することもできます。で、それとともに日光に当たった時間とかエクササイズ時間とか睡眠時間とか心の状態に関連がありそうなデータも一緒に見せてくれます。ちなみに心の状態にとても影響があるんですけど、生理周期情報がここに表示されないようになっているのはちょっとなぜかよくわかんないんですけど、一応今のところは日光、エクササイズ、睡眠が一緒に表示されます。次にオフラインマップがやっと Apple マップでもできるようになりました。マップで特定のエリアを選択してダウンロードしておくと、ネット環境がなくてもナビゲーションや場所検索をすることができるようになります。そして最後にリマインダーの新機能です。リマインダーの中の買い物リストが賢くなりました。追加したアイテムが自動でカテゴリーに分類されて、買い物に行った時にタイプ別に探すことができます。野菜とか果物だったら野菜と果物を全部まとめてくれて、例えばスーパーに行った時にそこでまとめて全部チェックしてお買い物をスムーズにすることができちゃいます。ということで iOS 17の一押し機能10個紹介してみました。パブリックベータ試したい方は設定からパブリックベータにアップデートすることができます。今日紹介したのはあくまでもベータ版なので、今後変更があったりとかちょっと翻訳が間に合ってないところとかもあったんですけど、どんどん良くなっておそらく9月に正式版として全員がアップデートできるようになると思います。皆さんはどの機能が一番気になりますか？ぜひぜひコメントで教えてください。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。